哀れな奴よ。四半妖などという中途半端な生き物に未来永劫希望など訪れぬということか。相変わらずだな。お前は幼い頃から何も変わっておらん。幼い頃。モロハ、紅を塗ってはならぬ。本当だ。私はあの頃から何も変わってねえ。まずい、仲間を呼んだか。お困りのご様子で。なんだ貴様は。通りすがりの古道具屋です。お嬢さんがひねずみの衣を着てるから、あなたにはこの鉄素の鎧をおすすめいたします。防御力はもちろん、揚力も増強して、極楽鳥なんかは一発で撃退できますよ。この鍵を背中の鍵穴に入れていただければいいだけなんです。早く早く、着心地はあなたのおあつらえになりますから。背に腹は変えられん。毎度あり。これは助かった。もう少しで体が粉々になるところだって。どういうことだ。その鎧を脱ぐためには、高い金を払って新しい鍵を作ってもらうしかないのさ。鍵を手に入れたら、今みたいに他のやつに鍵を開けてもらうんだぞ。呪いの鎧だったのか。力がみなぎる。鎧の力か。開封開始。そうか、テストの鎧も顔の傷も私のせいで。いい技だった。